皆様こんにちは。阿蘇のカルデラの様子も秋の装いに変わりました。行楽シーズンでもありますので阿蘇市内の紅葉スポットをご紹介をしたいと思います。まずは外輪山の山あいにある大自然の中の紅葉スポット深場地区です。菊池阿蘇スカイラインを菊池方面に走っていると森に入り紅葉寺が見えてまいります。そこまでの山並みに続くススキは黄金色の絨毯が波打ったような実に秋らしい風景です。もう一つは古風な佇まいの中に見られる紅葉です。そこは二重の峠を下った先にある的石お茶屋跡です。ここは参勤交代の際大名行列が昼食休憩に立ち寄ったところで現在も当時大名が使用された客間と庭園がそのまま残してあります。ここは湧水も有名で熊本水と緑の百選に選ばれています。この湧水の池に映るもみじの美しさをぜひご鑑賞ください。さて11月26日はいい風呂の日ということでもありますので阿蘇市のいいお風呂をご紹介させていただきたいと思います。私が今来ておりますのは4年前にオープンをした市営温泉夢の湯です。ここは JR 阿蘇駅前に位置し天然温泉で風情ある温泉センターです。市営温泉センターには他もあります。年中泳げる温泉プールと併設したアゼリア21でありここは明るい雰囲気の中ご家族連れで楽しまれるには最高の施設です。そして最近旅のスポットとして大変人気のある内の巻温泉町湯巡りをご紹介します。内の巻温泉街は開湯からなんと108年目を迎え温泉旅館や商店が立ち並ぶ古くからの町です。ここには地元の人たちが昔から利用している温泉風呂がいくつも点在しています。年季のある建物からレトロ感も味わえますし何よりそこに住む人たちとの交流も旅の楽しみの一つではないかと思います。内の巻の町湯はもちろん天然温泉かけ流しです。町並みを散策しながらぜひ良質の温泉をお楽しみください。